まず、こちらですね。こちらに持ってきましたのが、パソコンなんですけれども、ちょっと年代としてはだいぶ古くて10年ぐらい前のパソコンなんですが、割と中の部品がスカスカになっておりますので、ちょっと紹介しやすいかなと思って持ってきました。で、今はこの脇のですね、サイドパネルをこう外した状態なんですけれども、大体皆さんの使っているパソコンというのも多かれ少なかで、こういう状況になっているのではないかというふうに思います。というわけで、まずこの中をこうずっと見ていくんですけれども、この部分ですね、この中、中央にファンがある部分なんですけれども、実はこの奥側にCPU があります。で、CPU はですね、その計算によってたくさん電力を使って熱を出しますので、こんなふうに機種によってはその冷却用のファンがくっついているものがあります。で、これをパカッと外すと、CPU の、本が現れるんですけれども、で、実際にこの CPU の形はどうなっているかというと、こんな感じですね。その実物はこんな感じです。で、ちょっとカメラの前に持ってきますと、こんな形をしております。大体、一辺が5センチメートルぐらいの正方形で、で、裏側はこんなふうに数百個のピンがついてます。見えるか。ピンがついていて、で、これは大体、データやそのアドレスなどの信号をやり取りするという形になっております。それからですね、あと、この CPU の上のところに刺さっているこれがですね、メモリですね。ちょっと取り出してみますね。レバーを動かしてこんなふうに取り出すことができます。で、一応パソコンのメモリーはいろいろ規格があるんですけれども、その同じ規格の部品を組み合わせて、すでに持っているパソコンのメモリーを増やしたり、容量を増やしたりということもできるようになっております。次にですね、外部記憶装置なんですが、ここでは、ハードディスクと呼ばれる、ものですね。だいたい、これまでのパソコンでよく使っていると思いますけれども、こういう形をしております。ところで、このハードディスクの中身ってどうなってるか、皆さんご存知でしょうか？実際に見た人はいますかね？普段そのハードディスクの中身って、その開ける機会が少ないと思います。もちろん使っているものっていうのは無理に開けるわけにいかないので、開けないんですけれども、これはすでに使い終わったハードディスクなので、実際にこの中を開けてみます。で、そうしますと、実はこう金属の円盤がこう入ってまして、ここではそのちょうど2枚入ってるの分かると思うんですけれども、こんなふうに実はこのハードディスクの中では本当にこの円盤が高速に回っています。で、どのぐらいの速さで回っているかというと、これはハードディスクの規格を見れば分かるんですけれども、大体毎秒5000回転とか7000回転とか、それから速いものだと1万回転ぐらいするものもあります。で、そこでですね、ここにこういうちょっと突き出た腕のようなものがあるんですが、ここにこれがその磁気ヘッドですね。で、ハードディスクはその磁気で情報を記憶しますので、この磁気ヘッドがこのディスクの上を動いて、情報の読み書きを行っているということです。それからと、今紹介したのは、そのよくデスクトップと呼ばれる、こういう机の上に置いて使うパソコンで使っているハードディスクなんですけれども、ノートパソコン用ですと、このもう少し小さなサイズのものがあります。で、さらに最近は、このハードディスクに代わってですね、この半導体を使った SSD、
で、ソリッドステートディスクと呼ばれるこの外部記憶装置を使ったパソコンも増えていると思います。で、実はここで持ってきたですね、ハードディスクは容量が 40GB なんですけれども、隣の SSD は240GB の容量がありまして、まあ、この小ささなんですが、ハードディスクの、6個分の容量が入るというような形で、最近はその集積度も増えて、情報の集積度も増えております。それからあと、外部記憶装置でよく目にするのは、まあ、ちょっと最近使えるかどうかわかんないですが、DVD ドライブですね、まあ、CD だったり DVD をかけるドライブっていうのもありまして、でこれはデスクトップのパソコンに内蔵する用途のものなんですが、まあ、携帯用のものもあります。あと、外部記憶装置で皆さんよく使ってると思うのが、例えばこの SD カードですね。SD カードだったり、この USB の、メモリだったりしますね。ちなみにこのメモリは、実はテンキーで暗証番号をつけて中身を暗号化する機能もあったりします。で、で今はですね、その、まあ、SD や USB のメモリなんかよく使っていると思うんですが、先ほど紹介したこのフロッピーディスクなんかのこういうものです。プラスチック の、 製品でして、で、本当はここ普段は開けないようになってるんですが、ここにシャッターがついていて、このシャッターを開けると、こう中に何かが入ってます。で、この何かというのは実は丸い円盤なんですね、やっぱり。で、まあ、プラスチック状の円盤なんですけれども、ここに先ほどのハードディスクと同じような原理で、磁気で情報を記録します。で、ちなみに、このフロッピーのですね、容量が いくつだったかっていうと、約1メガバイトですね。1メガバイトです。皆さんよく使ってる今の USB メモリって、1ギガバイトとか2ギガバイトとか言ってると思うんですけれども、1GB って大体 1MB の1000倍ですからね。そうすると皆さん普通に使っている USB メモリーっていうのはこのフロッピーの1000枚分の容量が入っているということになります。フロッピー1000枚って実際に集めたことないんでどのぐらいの体積になるかよく知らないんですけども、とりあえずすごくかさばりそうなことは確かです。で、あと、昔はですね、こういう形のフロッピーも使われておりました。で、僕はこの時代は知ってるんですけれども、この時代はさすがにあんまり使った機会がありません。で、これは大きさで区別されていて、小さい方が 3.5 インチ直径です。直径かな、うん、3.5 インチ。それからこちらが5インチと呼ばれるフロッピーでした。で、この5インチのフロッピーディスクには、3.5 インチフロッピーのようなこういうシャッターすらなくてですね、こう、その気になれば、こう、情報を拡散できるかわからないですけども、まあ、こういう形でこう記録面がむき出しになっているようなディスクもありました。で、あと、やっぱりこれ20年前にちょっと使われてたんですけれども、これは光磁気ディスクと呼ばれる、記憶装置で MO と呼ばれて、も呼ばれておりました。で、これは記憶容量が1枚、ここに書いてますが 230MB となっておりまして、大体 200MB から 600MB の記憶容量を持っておりました。ですので、まあ、今のように USB メモリが普及する前は、この MO が割と記憶容量が大きかったので、そこそこ、まあ、使われているのではないかと思います。ということで、大体そのコンピューターのですね、いろんな装置を紹介してまいりました。